世界は変わった。2019年12月に東京都で発生した未知のウイルスによる新型感染症は、感染者数の爆発的な増加による緊急事態宣言とロックダウンという未曾有の事態を日本にもたらした。日本経済は急激に悪化し、失業率も過去最高の数字を示した。そして失業者の増加は潜在的犯罪者を犯罪行動へと駆り立てた。人流や社会経済活動の抑制、外出制限などにより犯罪全体の認知件数は減少したものの、身代金要求型ランサムウェアやハッキング、ネットワークへの攻撃などサイバー犯罪は増加した。突如発生した疫病により多くの人々の命が奪われただけでなく、犯罪者たちにより平穏な生活さえも奪われる時代が来ると誰が予想できただろうか。まるで神話に描かれた終末世界だ。このまま世界が終わるのではと誰もが思い始めた時、救いの手は日本国内から差し伸べられた。急逝した前総理大臣に代わり、新たな総理大臣が新型感染症への対策を打ち出したのである。それは驚くほどの効果を上げ、ほどなくして猛威を振るっていた新型感染症は収束した。しかし世界は変わってしまった。新型感染症が生んだ犯罪者たちの犯罪が途絶えたわけではない。確実に、そしてひそやかに、その変化は私たちの目の前へと現れようとしていた。アルイン、アルインだ。世の中が悪いんだ。世の中が悪いんだ。全部こんな世の中が悪いんだ。見てろよ。見てろ。見てろよ。見てろ。
今度の事件は？昨日の原宿の事件、ニュースは見たか？あのバラバラ死体が空から降ってきた事件？昨日からどの局もそのニュースで持ちきるよ。死体を切断するだけでも常軌を逸しているのに、それを空から落とすとか異常としか言いようがないわ。全くだ。世間では新型感染症が収束して日常が戻ったとか言っているが、犯罪は増える一方だ。もしかして次に調査する事件って原宿の事件が超常的な事件だと思うの？それはまだわからない。ただん？これは警察の捜査関係者にも出回っていない一部の上層部しか知らない情報なんだが、 DNA 鑑定の結果、バラバラ死体の身元が異能教団の教祖山野井和重のものだと判明した。え？山野井は異能教団事件で収監される予定だったが、護送中に行方不明となった。やつは異能教団という組織を使って民間人を誘拐拉致し、違法な人体実験を繰り返して異能力を持った人間、つまり異能力者を作り出そうとしていた狂人だ。その実験のせいで亡くなった人の数は一人や二人ではない。死んで当然といえば当然な人間だが、問題は誰に、なぜ殺されたのかだ。以前から異能教団との癒着が報じられている官僚や警察が口封じのために殺したとか。口封じであれば原宿の上空から死体をばらまくような派手なことはしないだろう。極秘に誰にも知られないように始末するはずだ。となると犯人は山野井に恨みを持った人物か、山野井に深い関係のある人物の可能性があるわね。そういうことだ。山野井によって命を奪われた被害者の家族か、山野井に騙されていたと気づいた元異能教団の信者か、あるいは山野井に作り出された異能力者が何らかの理由で殺害したか。警察より先に犯人の居場所を特定する必要があるわね。日本の警察は優秀だ。いずれ犯人にたどり着くだろう。分かったわ。事件の資料をいつもの方法で事務所に送って。1時間後には届ける。何か手がかりが分かったら連絡するわ。私を捕まえることなどできない。神罰だ、神罰が下るぞ。山野井は異能教団なる団体を組織し、非人道的、反社会的な活動をしていた形跡があります。この件の捜査を引き継ぎたいという君の申し出は分かった。いいだろう、本捜査を引き継ぐといい。見るがいい、この1ミクロにも満たない生物を。我々が細菌と呼ぶこの幻覚生物には未知の可能性がある。Thank you.
それじゃ調査を始めましょう。見て。なるほど。なるほど。そうね。
なるほど。どう思う？そうね。そうですね。そうですね。なるほど。なるほど。なるほど。
と地下にいると時間や季節の感覚がなくなるわ。この公園はビルの谷間にあるオアシスってところね。そこのベンチに座らない？まさか山野井が殺害されたとはね。山野井が行ったことは決して許されることじゃないわ。私はいつかこの手で山野井を探し出してその罪を償わせるつもりだった。不可解な未解決事件を調査していけば山野井につながる痕跡や異能教団によって作り出された異能力者の手がかりもつかめると思っていた。あなたもそう思っていたでしょ？そうよね。山野井が死んだと分かった瞬間、私は驚いたと同時に悔しかったの。できるなら私がこの手で捕まえたかった。そして罪を懺悔させ法廷で裁かれる姿が見たかった。今まで山野井への怒りと憎しみが私の原動力だった。それがこんな風に終わるなんて。ただ山野井が死んだとしてもまだ教団の作り出した異能力者がどこかにいる。そして山野井を殺害した犯人も誰かがこの事件を解決しないとならないわ。雨が降りそうね。事務所に戻りましょう。諦めずに調査を続けていけばバラバラ死体事件の手がかりもきっと見つかるわ。きっと。すごい風ね。ビルの谷間だからかしら。うわぁ、風船が！僕の風船！あれは…うわぁ、風船！風船が雲の中に隠れて…雲だわ。事件当日原宿の空は曇っていた。目撃者の証言にも今にも雨が降りそうだったと書かれていたはずよ。もしかしたら私たちは重要な証拠を見落としていたかもしれないわ。急いで事務所に戻りましょう。Thank you.
見て。そうね。わかりました。そうね。わかりました。なるほど。そうね。なるほど。そうね。
そういえば。これは。そうですね。なるほど。なるほど。そうね。you
見て。あら？え？それじゃあ、報告書を作成しましょう。Thank you.
経済産業省は半導体の製造装置の輸出管理について厳格化する方針を固めました。これは半導体装置の軍事転用に警戒を強めるアメリカに配慮したためとみられますが、半導体製造メーカーによると経営への影響は限定的であるとするものの、輸出収益への影響が懸念されています。ここで速報が入りました。東京都渋谷区原宿の交差点に切断された遺体が投下された事件について進展があった模様です。先ほど原宿で発生した切断遺体投下事件の容疑者と思われる人物の自宅に捜査員が突入した模様です。繰り返します。切断遺体投下事件の容疑者と思われる人物の自宅に捜査員が突入した模様です。まだ容疑者の身柄が確保されたかは不明ですが、容疑者宅で遺体が発見されたとの情報もあり、詳しい情報が分かり次第改めてお伝えいたします。続いて首都圏のニュースです。国土交通省による今年1月1日に発表された地下工事価格を受けて、土地価格の安い23区外へと転出する人が増え、今後もその数字容疑者の安否は？報道にあった通りだ。捜査員が容疑者宅に踏み込んだ時にはすでに死んでいたようだ。争った形跡もなく、鑑識の見解だと自殺で間違いないそうだ。なぜ自殺なんて。容疑者宅から切断された山野井の首が出てきた。山野井を殺害し衆目にさらすという目的を遂げたら、自ら命を絶つつもりだったのだろう。浴室にルミノール反応があり、切断に使用されたノコギリと排水口から山野井の毛髪も見つかった。容疑者宅が殺害現場だと考えていいだろう。犯人の身元は分かったの？犯人は千代瀬譲る23歳、都内の大学に通う大学生だ。理工学部で航空力学を学んでいたようで、そこから今回の犯行を思いついたのではと警察は考えている。
山野井との関係は？千代瀬の自宅で遺書が発見された。これがその手紙だ。私はもう読んだ。内閣総理大臣へ。人々は知る必要がある。政治家もその取り巻きもマスコミも国民も、この国では誰も真実を見ようとしない。既得権益という名のもとに裏金、献金、賄賂など私腹を肥やすためだけに生きながらえている政治家ども、無能で下劣で醜悪で、他人のことなど気にもしない権力の崇拝者ども、ジャーナリズムの精神を忘れ、この国の真実を伝えず、くだらない醜聞と情報操作でお茶を濁すマスコミ、政府が作り上げた虚構と欺瞞に満ちた管理社会に隷属する国民の姿は、まるで死の門へと連なる葬列だ。だが僕が知ってほしいのはそのことではない。山野井一成、異能教団の教祖にして狂人、奴は僕の母を騙し、僕から家族を奪い、穏やかに過ぎるはずだった僕の人生を奪った。学校に通い、友人と他愛もない話で笑い合う人生を奪った。両親と自らの成長を語り合う人生を奪った。愛する人と出会い、共に過ごす人生を奪った。この国では私利私欲のために弱者から奪い、人を殺めたにもかかわらず、権力に守られた者だけがその罪にも問われず安寧の中で生きながらえている。そして行き場を失い、社会から置いていかれ、絶望という断崖へと追いやられた者が救われないのだ。山野井は罪人だ。罪人は裁かれなければならない。人々は知る必要がある。真の悪がどこにいるのかを人々は知る必要がある。真の正義がどこにあるのかを。だから僕は決断を下すことにした。この手紙を発見した者はその傍らに僕の死体を見ることだろう。その表情を見るがいい。笑っているのがわかるはずだ。僕の計画は成就し、僕は救われたのだ。千代瀬の母親が異能教団の信者だったようだ。母親が入信したのは1997年。千代瀬譲は二世信者として通っていた高校でも孤立していたようだ。母親は2年前に新型感染症に感染し亡くなっていて、その頃から自らの境遇に悲観した千代瀬の山野井に対する憎しみは増していったようだ。私は異能教団が、山野井が生み出した悲劇は、実験のために誘拐され日常を奪われた人たちや、実験の犠牲になった人たち、その残された家族たちだけだと思っていたわ。でもそれ以外にも教団によって家庭や人生を壊された人たちがいる。営利目的の宗教団体に傾倒する信者とその家族の問題は、信者が教団に洗脳されているケースが多い。アメリカで1950年頃に誕生したピープルズ・テンプルというカルト教団が信者を洗脳し、その家族とのトラブルが社会問題になった。問題を重く見た下院議員が
教団のコミュニティを訪問したが、その後襲撃され殺害された。殺された？誰に？犯人は教団の信者たちだったそうだ。原宿の事件の調査はこれで終わりだ。容疑者死亡で警察も処理するだろう。これで事件が幕引きだなんて、なんだかやりきれないわね。後味のいい犯罪なんてないさ。また連絡する。お疲れ様です。ああ、ありがとう。今日の予定は？中で副総理がお待ちです。その後は午後3時から幹事長と政権運営についての意見交換会が入っています。そうか。出席者ですが。ちょっといいかい？ちょっと困ります。すいません、今退去させますので。固いこと言うなよ。ちょっと話がしたいだけじゃねえか。どちら様ですか？新宿署の本良裕次郎だ。新宿署？総理はお忙しいのよ。警察に話すことは何もないわ。さあ、そこをどいて。この場所は新宿署の管轄とは違うようですが、なぜここに？内閣総理大臣、神倉誠一郎。原宿のバラバラ死体の事件を知ってるか？ちょっと、突然何？無礼にも程があるでしょ。いや、構わない。はい。原宿の事件のことは知っています。注目を集めることが目的でしょうが、今は事件を目撃された方のトラウマが心配です。その事件の犯人が総理宛に手紙を残していてな。読んだかい？読みましたよ。まさか5年前に世間を騒がせたカルト教団が関わっているとは。犯人は俗に言う二世信者ってやつだ。親が信者である以上、頼れるのは入信していない親族か警察などの公的機関しかいない。だが救いとなるはずの警察や政府が教団と癒着していたんだ。その絶望たるや筆舌に尽くしがたかっただろうよ。何が言いたいですか？犯人の千代瀬譲を生み出したのは我々警察や政治家かもしれないって言ってるんだ。千代瀬のやったことはいわばテロだ。仮に空から降ってきたのが致死性のある化学物質や爆弾だったらどうなっていたと思う？罪のない多くの人間の命が奪われていただろう。5年前の事件で教団が消滅したといっても、まだこうやって教団から被害を受けた人間は残っている。きっとこれで終わりじゃねえ。甘く考えていると第2第3のテロが起こるぞ。あんたはどうやってテロを止める？今度の国会に新しい宗教被害者救済法案を提出することを考えています。あ？文字通りカルト教団によって被害を受けた人たちを救済するための法案です。あなたが言うように政府と教団の癒着がなければ事件は防げたかもしれない。これ以上テロに走る人間を出さないために、私はこの法案を通すつもりです。いや、そういうことじゃなくて。なんだ神倉君、まだこんなところにいたのか。
これは大月副総理。中で待っていたんだが、神倉君が一向に姿を見せないもんでな。お待たせして申し訳ありません。警察の方とちょっと話し込んでしまって。警察？まさかわしの闇献金について調べに来たとかじゃないだろうな。なんてな。おい、この総理官邸はペット厳禁のはずだ。汚い犬を敷地に入れないようにしろ。申し訳ございません。なんだと？それじゃあ神倉君、中でゆっくり話をしようじゃないか。テロリストの次の標的は国民じゃなく政府の可能性も。なんだお前は。総理は忙しいんだ。これ以上お前の相手をする暇はない。なんだと？ちょっとニーナ、早く来て。会合の準備をするわよ。ふん、俺に命令するな、クソが。ん？何か言った？いえ、何も。今行きます。